この5社になりますね。ほう、なるほど、はい、なかなか面白いとか揃ってますね。そうですね。ちなみに FC チャンネルはどうしますか。まあいい人いたら、うん、フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。 FC チャンネル界隈採用イベントまたやるよということで。またやるんですか。はい、やります。前回のイベントが本部の方からも、あと採用してもらった方からも好評だったので、第2回やろうかなというところですね。ね、すごいいい企業に勤めてたりとか、はい、あとはね、いい大学を出てる人とか結構優秀な人材がたくさん来てくれましたよね、はい、そうですね。 FC チャンネル愛があってすごく採用もスムーズだったなと、はい、こんな FC チャンネルを見てて転職を考えてるそこのあなた、今回はどの企業を参加してくれるんですか。はい、今回はですね、買取マクサス、ウェル EC ネット、松下さんの会社のところですね、はいはい、であとはアクティメソッド、焼き鳥サンキュー、はい、とイエローキャブ、この5社になります、ね、ほう、なるほど、はい、なかなか面白いとか揃ってますね。そうですね、業種もそれぞれ結構違うので、ぜひこういう会社っていうのは、うん、FC チャンネルの動画とかを見れば分かると思いますので、はい、見てほしいですね、はい、この5社は最低出ますけど、うん、もうちょっと増えたりするんじゃないかな。そうですね、可能性は全然あると思います。であとはまだ放送してないけど、これからちょっと出る FC とかももしかしたら参加するかもしれないですし、そうですね、そういったところはあります。ちなみに FC チャンネルはどうしますか。まあいい人いたら、うん、でも、はい、FC チャンネルも G チャンネルも ね、はい、いいと思います ね、はい、YouTube で撮るんですか撮らないんですか。一応撮ろうとは思ってるんですけど、うん、映りたくないけど当日行けるっていう方はもちろん対応しますし、当日行けないけど採用に興味あるという方のお問い合わせも受け付けております。なるほど、はい、簡単に言うと5人10人1チームにして、それぞれの強みとかを言ってもらったりして、うん、どの企業に興味があるみたいな、みんなで喋ってマッチングしていくみたいな、そんな流れですね。はい、そうです。なので気軽にちょっと転職考えてるなと、今はね行った企業の中でちょっといいなって思うところがあると思う方は、はい、ぜひこちらからご応募お待ちしてます。はい、 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、